本当に受験のことを知らないでやりましたね。今でも覚えてます、合格発表ね、行って番号ねっていうね。で中央に受かってたら多分中央に行ってたと思うんですよ。ネタとかやらないでちゃんと勉強していい大学入って、こんな分かりやすいんだ、こんな面白いんだってなるわけです。さあ、では始まりました。もっちゃチャンネルです。今回はですね、そうです。自分の受験失敗談を話そうかなと思いますね。まあ今ね、サブチャンネルで企画募集ということで、そう、ネタ切れなんで、お願いしますみたいな感じでね、募集したんですけども、その中にまあ、浪人時代の話ね、もっとしてほしい、するって言ってましたけど、まだですかみたいなの来たんで、浪人時代の話はこれからはしていくんですけども、現役合格メソッドでもう働いてないので、浪人の話してもいいと。四ツ谷学院で働いてた時は、浪人生たちにたくさんの話しましたんで、その頃のね。で、そういうのを話していきたいと思うんです。あ、だから、その四ツ谷学院時代のね、新人予備校講師だった時の話とかっていうのも、これからしていくと思います。浪人時代ってことは、まずそう、浪人になるまでのね、で受験失敗談の話をね、まずしておかなきゃいけないので、そこを話しておきますね。でいろいろで思い出したりね、調べたりして、どういう受験だったのかあんま覚えてないんですよね、現役時代でどんな感じだったのかっていうのを、まあちょっと話したいと思います。別に自分自身は進学校ではありません。スーパー悪いってわけではないけど、学力がだんだんみんなね、入った時から下がってっちゃう高校で、学年のトップ3かな、めっちゃ頭いいんですよ、トップ3の人たちは。すごいんだけど、誰もね、大学受験しなかったんだよ、その人たち。なんか自分でやりたいことがあるみたいな感じでね、確か行かなくて。だまあ、浪人の人たちは、早慶とかね、行ったりもするんだけど、現役はほとんどそんなところに行かないって感じで、今は分かんないですけどね、どうなってるのか。もしかしたら偏差値上がってるかもしれないんですけど、自分の周りでも一番良かったのは中央の方かな。あくまで自分の周りなんで他もいたとは思うんですけど、で自分は受験に関する知識がなかったんで、まあなんとなく千葉だったから千葉大だったんですよ。まあなんとなく何も分かんないけど、とりあえずセンター試験の勉強をしたんですよ。で受けてたのが、次第がセンター利用で日大の国際関係で、もう一個中央の総合政策を受けてんだよね。でこれがセンター利用で受けたのか、実際受けに行ったのか一般で覚えてないんですよね。なんとなく明星大って読んだ、明星大を明星大どっちだって読んだような気もするんですよ。だからそうだったら一般入試受けてるよね。でもそれはただただ明星大に行っている友達がいたから知ってるだけで、実際に受けに行ったとか試験受けてる記憶は一切ないんで、もしかしたらセンター利用だったのかなとも思ってますが、というかそこは受かってない。センター利用で日大の国際関係は受かってるけど、中央の総合政策はダメだったと思うんだよね。これなぜここにしたのかもよくわかんない。多分ね、響きだと思うんだよね、こういうの。でセンター試験受けて、千葉大は A 判定取ってて、日大の国際関係も受かってて、中央のやつは受かってないんですよ。センター利用を受けてたとしたら、多分中央の方は英国の点数が良くなかったからですね。だから数学とか科学とか倫理とかがいい点だったんで、でまあ千葉大 A 判定出てるからもう余裕だろうみたいな感じで、で二次試験で大敗するわけですよね。今でも覚えてます、合格発表ね、行って番号ね、絶望感。そう、A 判定取ってるからさ、まあ二次もそんなダメだったっていう気もそんななかったし、もうね、親もみんな絶望みたいな感じで。で、中央に受かってたら多分中央に行ってたと思うんですよ。東京にあるから、多摩っていう遠いとこですけど、そこ行ってたらね、まあ伝説の男の先輩になってたわけか。で、日大の方は、そう、千葉大ダメだった。あとにキャンパスが静岡にあるってことを知るんですよね。え、東京にないのって思って、そんなことも調べずに受験してますからね、なんとなく名前で。で、あ、東京ないんだと思って、じゃあ行かないって言うんですよ。親は、いや、なんて行かないの、行きゃいいのにって言うんだけど、そう、日大を選んだのも日大っていう名前を知ってたからだからね。そう、日大推薦で行った人とかいたんで、クラスメートに、自分よりも頭のいい人でしたけど、日大指定校推薦で行ってたんで、ああそうなんだ、日大っていうなんか聞いたことあるし行こうかなみたいになっただけなんで、なんでじゃあ受けてみようかなと思っただけだからね。本当に受験のことを知らないでやりましたね。まあ危険な感じです。こういうねやり方は良くないですかね。きちんと調べてね、でそこで選んでたらまた全然人生違ってたでしょうね。でどうしようみたいになるわけです。
で浪人して4ゼミに行くか、もしくはそうお笑いやるかっていうのがあったから、これまあ話してますけど NSC ですよね、吉本のお笑いのね、まあ専門学校みたいなとこですけど、そっちに行くかっていうので2択。両立は結構難しい。大学生とかあんま授業がない人は両立したりしてるんですけど、浪人生で両立するのは勉強時間があるからね、なかなか難しいんで、まあ一応面接だけは受けようと思ってね行ったんですよね。序列が厳しいとは聞いてたけど、なんかもうね、その面接受けに来る人たちに対してもその NSC の学生が、あら、ちゃんと挨拶しろやとかね、すごい言う感じのとこでしたね。で、まあ集団面接で、すごい行くの嫌だったんだよね。今でも覚えてるわ。千葉駅から総武快速横須賀線でね、どこだっけ ?NSC あるとこ。こうやって行って、で、そこ降りるときに、はあ、どうしようかな、受けようかな、嫌だなって思ってて、なんかね、一人ね、すごい明らかにお笑いをやりそうな女性がいたんですよね。なんか久本雅美的な見た目のやつがいて、その人についてきゃまあつけるだろう。つけなかったらまあ別に面接受けなくていいやって思ってて、その人についてったら本当に NSC のね、面接に行ったんだよね。同じ面接、集団面接なんですけど、同じ階でしたし、同じ部屋にいたんで。まあ他の人たちがね、いろんなネタやる。その人もネタやってね、誰も笑わない、シーンとしててね。で、まあこれも前の動画やったけど、自分自身は全然そうネタとかやんないで、そうちゃんと勉強して、いい大学入って、そう当時は東大入ってとかって嘘ついたのかな、あんないけど。それで、まあ本当にね、東大の大学には入りましたけど、で、クイズ番組とか出るとか、所ジョージさん的なポジションにみたいなね、そんな話を確かしたんだと思うんですけど。あ、で、そうそう、もう一人高校生がいて、もう一人の高校生は、制服着てたね。は一切何も喋らずに面接が終わって、僕らにだけ、そう君ら未成年だから親の同意書がいりますからねって言われたのを覚えてます。で結局親にその受けたことも言わなかったんだよね。そう合格通知が来てもその同意書を書いてくれとは言わなかった。で結局やっぱ浪人しようってことになるんですけど、その浪人してやっぱ4ゼミ通うってことになるんですけど、そうすごい嫌だったよね。まあ、これも話したか。自分が周りのクラスメートたちはさ受かってると思ってるからさ。卒業式よりも後に合格発表だから、本当ね、このシステムはね、やめてほしいんですけど、でその同じね、私立文系クラスにいる人たちが、あれなんでいんのみたいな感じでね、話もしないのに見られるっていうね、それは悲しかったんですけど、で、慶応を選んだ理由は、まあ、まず名前ですよね。で、そもそも、そう、最初の時はそう、国語が苦手で国語がないってことすら知らなかったから、そう、まあ、なんとなく、例えば国立をどこか受けるとしても、センター試験は独学でこんだけできたんだから、それよりは、この苦手な英国世界史、ね、その3つはできないから、これを重点的にやった方がいいんじゃないかなって思ったんですよ。数学、科学、倫理が自分の独学でこれだけ上がったんだから、主要3科目を何とかした方がいいんだろうなって思ったんです。それでね、だから国立も受けるかもしれないけども、私立文系にしたんですよね。もしかしたらね、東京外国語大学とか東京学芸大を受けてたかもしれないですけど、まあそうは問屋が下ろさなくてですね、そんなにぐわーっとね、成績が上がるわけではなかったんで、結局千葉大にするんですけど、そういった形で浪人生活が始まるんです。ただね、最初本当に行きたくないと。朝起きの苦手でしょ?そう、だから朝5時にね、アルバイト始めるんですけど、バイトがない人はやっぱね、行きたくないんだよ。一限起きれないしさ、昔のクラスメートたちもいるしさ。でも、その予備校の授業を受けて、4ゼミで、お、面白ってなるわけですよね。こんなわかりやすいんだ。こんな面白いんだってなるわけです。まあ前にも言いましたけど、富田先生、西先生、中本先生とか、笹井先生、吉野先生とかね、そういう人たちの授業を朝一で受けるんで、まあ、面白いってなって、で、予備校行くようになるんですよ。最初は全然もう行きたくない、ね。ほんとサボローになりそうだったんですけど、あれめっちゃ面白いってなって、で、行くようになるんですね。で、そこから、あ、この仕事だったらできるんじゃないかなって思った。ああ、なんとなく自分もこんな感じで説明とかできんじゃないかなっていうふうに思った。で、ただね、富田先生とか東大語やってるし、ああ、そうか、東大行かないと東大語って教えらんないのかって思って。でも今更私立文系コースだし、そもそもできる科目なんかないし。じゃあとりあえず慶応入って、その後で東大目指せばいいかってなったんですよね。で、国立を抑え、そう千葉大を抑えで、慶応を目指すっていう、そういうわけのわかんない生活が始まるわけです。まあ、一筋縄ではいかなかったですよ。まあ、いずれね、いろいろと話ではいこうと思いますが、なんたってそう、できなかったからね。受験は
調べて戦略を練って受けてくださいね。まあちょっとね、今ね、まあ9月入学にするかとかなってて、どうなるかわかりませんが、はい、戦略を立てて頑張ってください。ね、またこれから浪人の話とか、ね、自分が予備校講師になった時の話とかもいろいろしていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.